はい、頼ろー。おい、言ってない、言ってない、言ってないよ、まだ。いや、アルフィズ勝てるよね、でも。アルフィズ、うまければ勝てる。ほら、うまければ。あ、勝てるんだ。マウスクリックも聞こえるけど、やってない、これ、プレイ中。あ、今ちょっとハッキングしてる。よし。明日何時からやりますか？クズハムよりしちゃう。最初にちょっとクズハに教えてもらうやつを1時間か2時間ぐらいやろうかなと思うんで、はい、1時間2時間え、明日って自由ですよね。本番までやんないんじゃない、もうやらない。本番までもやんないだっけ、うん、あ、やんないのか。あ、え、明日クズハに教えてもらう回だよ。あ、スクリーム的なのはないと。で、あ、スクリーム的なのはない。普通にあれだ、今日、そうそう、今日戦ったこういう視聴者と。あ、今日何勝何敗ですか？全負け。うん、まあ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 、あ、でも1回しかやってない、スクリーム。あ、なんだ、初心者カスタムって聞いてたのに、なんか全然30レベルぐらいのバケモンもいたしな、最初から。いや、そうなんだよね、30レベル。エビオジャックスね。6レベルとかやったって、俺。32レベルのエビオジャックスね。やばい。あいつ、マジで勝てないじゃん。やばい。でもね、勝ち方ね、クズハさんが教えてくれます。早く、今ちょっと待って、はい、何を使ってるんですか、こっちは。レンガ。レンガ？はい。どうすればいい？ちょっとねー、レンガーはねー、薬が勝てないねー。何？じゃあもう寝るわ。まあ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 、落ち着いてください。レンガーはね、序盤のガンク能力も低くてね、レベル6まで味方にも何も負担ばかりかけるチャンピオンですのでね、落ち着いて変えてください、他のチャンピオンに。変えないんだ。じゃあ、あと5時間早く来いよ。ちなみにクズハさん、リリアかレンガだったらどっちがいいと思いますか？リリアです。いやもう8時間早く来いよ。今日1日ただそれはですね、ある程度固まってからの話なので、あ、ちょっと待って、あの、壊せますよ、このぐらいの、このぐらいのね、ゲームなら。頭パンになってるよ。加瀬さん、はい、あの、みんなのいいとこと悪いとこ教えてください。うん、おお、アルスのいいところは、うん、ね、言ったことをすぐできてるのがアルスだったな、一番。いや、マジですごいそれ。そうなんだ。そう。で、相手をあの、なんか倒してやるみたいな気持ちもちゃんとあるし、うん、飲み込みが早くていい。うん、ありがとうございます。めちゃめちゃいいじゃん。ダメなところはティーモしかやってこなかったところだね。じゃあ、いやでもさ、ないじゃん。ね、ないよね。今ないよ。ないよ。ティーモが汚点か。え、だってさ、あの、ミニオンの CS 意識って言った途端めちゃくちゃ良くなってたもんね。次の試合、まるまる。ミッドは、はい。リムちゃんのいいところは、はい。一切ビビってないところです。相手に体がクソ近づいてしまうのは、はい、潰してやるみたいな。確かにサズイめっちゃ見てる。いいとこなんだ。マジでキレてるじゃん。マジでキレてるじゃん。俺の知り合いのミッドレーナーもそうなんだけど、やっぱりサズイないミッドレーナーは弱い。ああ。そうな、ひよってるやつ。うんうん。クズハさん、そうですよね。ひよったら負け、死んだらジャングルのせい、それがミッドレーナー。そうなの。ひよったらね、負けで、うん、さあ、マジでこの水腹立つわ、潰してやってみたいな、うん、あるでしょ。あるね、私、ある。こんな勝ってんのに、こんなジャックス呼び上がってみたいな。そう、ある。もう勝ちだよ、それ勝ち。そう、もう勝ち。もうマジで。そうなんだ。そう。で、こういう時はちゃんと、うん、なんで敵のジャングルは来てんのに、こっちのジャングルは来ねえんだよって言えばいい、ちゃんと。レイド君ね、ギスギス。そう、え、ジャックスはクソ来るのに、うちのレイド君下の方いるってマジみたいな。はい。そんぐらいの精神で OK。で、レイド君は、あの、刺さるからガンクって来るんだよって言い返せば、ここでトレードオフが成立する。まあ、俺も謝んないからね。ガンクって刺さるところに来るんだよね。そうそうそう。悪いとこない。絆はどうなる？悪いとこは、普通のシンプルに、はい、多分。制度じゃない。あんまりやってないから。そう。多分、とどめ刺さなきゃいけないっていうところを分かったと思うから。うん、その調子でちゃんと操作練習すれば、その、あ、相手に近づいちゃう、はい、ちゃうみたいなのあるじゃん。はい、あります。そういうのもずっとやってたら、離れなきゃっていう余裕が出てくるから、ずっと使ってると。はい、あと、もう、使っとけば OK。え、ありがとうございます。頑張ります。やっぱいいとかでも、ね、本当にでも性格がミッドに向いてるってとこか。よかった。ミッド向きの性格だわ。ミッドでよかった。
それでは皆さんお疲れ様でした。あ、じゃあ久保さんも9時からお願いします。朝ですよね。じゃああなただけ朝で了解です。それでは解散。お疲れ様でした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 。何してんの？これはもうお疲れ様でした。終わりだよ。お疲れ様でした。嘘だろ。まあそりゃそうだ。え、寝ないの？え、元気だったらもう一試合、はい、やるか。これ ADC がいなくて俺がやるからいいよ。うわ、やろうよやろうよ。まあ見てるだけじゃきついよ。え、やりましょう。やろう、うん、この最速でやっぱレベルを上げなきゃいけないがゆえに、うん、もう家に帰ったらトップ側のモンスターはいて、でそいつら勝って家帰ったら今度ボット側はいてって言って、なんかはい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 、それね、はいはいはい、それね、はい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 、それね、あれね、それね、マジでね、話が長くなる。早く言って。いやでもね、早く、それね、本質だ、本質、それな、マジで、はい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 、早く。まあまあまあ、でもなんか軽くまとめると、まあまあそれね、はいはいはい、言えよ。それマジであるなら、それでもあるのか。もうもう答え出てる。ちなみにそれそのまんま、そのまんまフルクリアの間に行けばいい。フルクリアの間、そう、もう穴を埋めるように動くだけでいいよ。なるほど。6レベルまでは。じゃあ、はい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 、それ。まあそうなるよな。ちゃんと聞け。はいはいはい。ガンクしてみて、さっきみたいにボットで待ってます。なんか敵はあんまりでも押し返してこないな。はいはいはい。トップ側なんかでももう湧いちゃってるな。これ帰ろうかな。どうしようかな。待とうかな。はい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 、それね、帰ればいい。ガンクはおまけだと思った方がいい。レベル6までは、6まではおまけ。急にぽいな。はい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 、それね。もうふざけてるように見えてめっちゃちゃんと教えてんだよ。ふざけてけど納得感がすごいわ。本当に理解できたの？ロールできたんだ、クズハ。ロールもできないんだっけ？ロールだけできない。あー、どんまい。リリム君の画面共有ももらっていいですか？え、画面共有してない？ちょ待って、今それどころじゃない。だろうな。味方のタワーが、いや、ごめん、2対2やったっていい？帰ればよかった。トップのドクター面倒ボット来てます。報告入ったよ。何？トップのドクタームーンドボット来てます。今ね、通信を傍受されて、通信を傍受されて、それも死んだ気がする。結局このゲーム人数差が一番強いってことを覚えといて。え、でもマジいくらでも強くなれるわこれ。めちゃめちゃ弱いって意味ね。なんか今もうみたいな顔したから、ごめん、思わず出ちゃった今のは。分かってる。でもね、いくらでも改善できるね。しかも強くなりそうな雰囲気あった。まあそっちの方が嬉しい。すごい。え、のっせさんって結構やってるんですか？ここ3週間ぐらいは結構やってました。あ、なるほど。あ、いや、判断とか報告いいなっていう。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんだ。一番いいんじゃないこのチームで。ありがとうございます。まあでも、うん、そうだね。うわ。なんだなんだこれ。トップイラオイかよ。うわ、イラオイか。ちょっとトップは一撃しとこう。あ、なんだって。え、おい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 。ミニオンが必要。見てくれよ。頑張れ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 、じゃない、ちゃんと見て。頑張れ。応援はする。ジャックスじゃん。ジャックスだ。お、いいじゃん。本当だ、ジャックスだわ。昔から嫌いだ。これジャックスってぐるぐるしてる時って力強かった。